写真が見てもらえない。うわ、ちょっと待って、これ怖すぎ、これダメでしょ。ゴーストチャンネル、どうも、もしもステーションのしゅんすけです。一人です。心霊系 YouTube 史上最も勇気と体力が必要だと言われているチャンネル、ゴーストチャンネルをご覧いただきありがとうございます。私、カメラと声を担当しております、あごひげメガネ D です。よろしくお願いいたします。お願いします。というわけでやってまいりました、はい、ここはですね、もう何度も来ております、大阪の最強心霊スポットと言われております、はい、竹畑ダムの第3トンネルと言われているところですね、はい、梨の木トンネルという場所に来ております。はい、見たことありますね。いやー、はい、ね、もうしかもめっちゃ最近見たことあります、はい、というわけでですね、今日はもしもステーション YC、 まあ敵討ち編というか、はい、ね、以前あのもしもステーションの、まあ、この翔之介くんの片割れであるところのYC の方が完全一人会というのをやりまして、はい、ね、まあ、この竹畑ダムの梨の木トンネル、その後犬鳴きトンネルっていう2連続トンネルを行ってもらって、はい、パニックになってる映像が撮れたんですけども、まだご覧になってない方は、はい、そちらしかもね、すごい心霊現象も撮れてますんで、はい、やっぱパニックになっちゃったんで、はい、本人はねすごい不本意やったんですよね。そうでしたね、言ってましたね、はい、なんでじゃあその仇を俺が取ってやるっていう、もうちょっと、はい、愛しのできなかったことを僕がちゃんとこうゴーストハントしてこようかなという。なるほど、やったやろうじゃないかと。もしもステーションの名にかけて、はい、たまたゴーストチャンネルの名にかけてやったろうじゃないかということ、はい、あ、というかまあやっぱり2人で一つですので、なるほど、お互いをこう補い合うと言いますか。なるほど、ワイシがやったことはじゃあ俺もやると、はい、そういうことですね。はい、わかりました、任せてください、はい、ではワイシに向かって意気込みのほどを述べてください。ワイシ行ってくるわな、今までありがとう、以上です。ほんまになんか終わりみたいな、ほんまの最後の言葉じゃない。そうそう、任しとけ、行ってきてるからな。ああ、いいですね、ちゃんと森の勇姿を見届けといてくれよ、はい、画面の向こうのワイシ見てる人プラス YC の度肝を抜かすぐらいのね、いや、恐怖映像をじゃあ今日はお届けしたいと思います。やっぱりね、ゴーストハントする目標がございます。はい、ではではやってまいりましょう。はい、まあ、一応ねこの後一応 YC の前回やったのをなぞっていく形にはなると思うんですけど、まあ、全く一緒だとちょっとつまらないかと思いますんで、いろいろちょっと考えてますんで。あ、そうですか。はい、まあ、でも基本的にはね YC が前回やったところをなぞっていきますんで。わかりました、よろしくお願いいたします。お願いします。ではではやってまいりましょう。というわけでではやってまいりましょう。はい、はい、こちら梨の木隧道と書いておりますね。竹畑ダムといえば梨の木隧道、まあ、第三トンネルと言われてる、そうです、一番そういう目撃情報が多い心霊トンネルになっております、はい、では行きたいと思います。はい、行きましょう。はい、まあ、一応ね、なんかこの先のこのトンネルの向こう側でなんか凶悪事件が起こったっていう話は聞いたことありますね。はい、もうこれ真っ暗なんで、なんせ、はい、いろいろ起きると思いますよ、こんなところ、はい、早速行きましょうか。じゃあお邪魔します。行きましょう。風も暗くなきにございますが、
が全く見えないですね、はい、暗い。今日は特に暗いような気がします。でですね、こちら、はい、ちょっと行ってもらって、はい、はい、林の話によると、この抜けた先、はい、このトンネル抜けた先に、まあ、幽霊を見たというんですね。あ、言ってますね、はい、どんな話でしたっけ、それで林が、はい、10年、十数年前に、はい、友達と2人で、この梨の木を僕らが今来た道順でこう通り過ぎたら、はい、抜けた先にあの側面にこうのれんがいっぱい並んでたと、はい、でそこの先の間にその上に続く階段があって、はい、でまあこんなんあるんやな思って2人で見てたら、そののれんの、のれんとのれんの間からあの顔、体半分だけ女性が覗き込んでたって、それを2人で同時に目撃したっていう。で2人で怖かったな言うて、とりあえずでもこの先はいけないのでUターンして帰ったら、もうそののれんも何もなかったっていう。先生、あののれんって言ってたらごめんなさい、のぼりです。はい、のぼりのことです。はい、はい、まあ、この先にそれ があったって言うんですけど、はい、まあ、ちょっと行ってみましょうか。ちょっと行ってみますか。はい、見る限りね、多分Y氏の話やと、はい、結構トンネル抜けてすぐって言ってたんで、はい、まあ、あり得るとしたらこの辺りやと思うんですよ。でちょうどまあ上に上がっていく階段もって言うてたんで、可能性があるとするならば、そうです、まあ、階段状になってるんですけどかなっていう、はい、ただまあここ明らかに水道局の施設、そうですね、うん、ピッキリになってる。確かに確かに。いや、なんか看板ついてませんでしたっけで、後ろのこの貯水のこの石の感じですか ねコンクリートの感じ、苔の生えた感じか、はい、まあでもどちらにせよ上りは立ってないですし、うん、そうですね、なんか、まあ、階段はあるんですけど、こんな階段じゃなかったっていうんですよね。本人曰く、はい、もうまずこう柵もなかったし、もう上にバッと続く、はい、石段は石段やったそうですけど、はいはい、不思議ですよね。いや、なんかなんかカサカサ上から葉っぱが落ちてますね。でも急にこんな一歩落ちてきました。いや、ほんまにしかもまとめて、今まで落ちてなかった、この辺だけまとまって揺れてる、はい、まあ、一応あの Y 氏の話だと、はい、もうちょっと向こうだって言うんですよね。あの上りがあったの、右手にあったっていうのは、そうですね、ってますよね。カーブが、あ、そうでしたね、はい、うん、曲がったこの辺っていう話だったの で、ね、まあ、全然ね、さすがに、まあだからその時、うん、まあ、一応
納得するあれで言ったら、まあちょっとあのトンネルを越えて異世界に来たのか、はいはいはい、もしかしたら場所違うんじゃないかっていうのを考えてまして、まあそうです、この辺のね、はい、ダムの周りって結構トンネルも多くあるので、ワイン氏は絶対ここやって言うんですけど、うん、まあ、彼の言うことなんでね、ちょっとにわかには信じがたいので、はい、いかんせんね10年ぐらい前の話っていう話なんで、なんで記憶のね、まあ、やっぱ混同しちゃうっていうのもあると思うんですね。彼のね、あの心霊の癖として。あのそういう現象が起きたら、そのなるべくその記憶を抹消しようとする手があるので、ああ、そうですね、確かに、はい、Y 氏のね記憶の齟齬の可能性がありますので、はいはいはい、まあ、できたらこの後、まあ、もう一つの第三トンネルと言われております、はい、塩売トンネルの方にもちょっと行ってみたいと思っております。そうですね、はい、ではでは帰り道、出し抜きトンネルの帰り道、はい、行きましょう、行きましょう、はい、今日本当に僕思うんですけど、はい、無音ですね。いやで無風で光も月も何にも、まあ星が出てるかっていう、はい、で晴れてはいるんですけど、ちょっといつもと様子がなんか静まり返ってますね。じゃあ帰りの道に、はい、足抜きトンネル帰り道やっていきましょう。ちょうど中腹ぐらいなんで、この辺でちょっと、はい、電気電気を消して、はい、ちょっとここのトンネル内がいかに暗いかっていうのを皆様にちょっとあの体感していただこうと思いますね。はい、では電気を消してみますね。3、2、1。これが完全に真っ暗状態です。ではしばらく耳を澄ませて聞いてみたいと思います。緑色は何も霊がいないフラットな状態ということですね。はい、ゴーストチャンネルの心霊アイテムであるところのゴーストレーザーネットを照射して、はい、心霊検証してみたいと思います。お願いいたします。一旦電気を消しますね。3、2、1。今トンネルの出口の方向に向かって照射しております。何者かがこのレーザーの間を横切れば影ができるはずなんですが、何も影は映っていないようです。行く番では、もしくはなんか点滅現象みたいなものも起こってはいないようですね。というわけで、はい、ではではまあ引き続き、はい、こちらの梨の木トンネルを抜けて、はい、続きましてのトンネルへ行きたいと思います。というわけでスタート地点に戻ってまいりました。はいはい、いかがでしたでしょうか。いやーすごい、もう雰囲気がすごすぎて、はい、ちょっとね、怖い怖いのは怖いんですけど、そこで、はい、写真を、あ、はい、一応社長による何か写るかもしれない写真を撮っていただいて、もうちょっと、さまざまな検証をしてですね、はい、やっぱり。というわけで、もしかしたら何かこの場所でも映ってるかもしれませんが、続きまして、そうですね、先ほど言った通りなんですが、はい、
もしかしたらね、Y氏の方が勘違いしてこの場所じゃないところでその10年前ね幽霊を見たかもしれないということで、そうですね、もう一つの第三トンネルと言われております、はい、塩振りトンネルの方にこれから行ってみたいと思います。そしてですね、ちょっと私そこで調べてて、はい、なんか別のなんかまた他のなんかここちょっと行ってみたいなっていうところもまたガサガサって言いましたね今。ちょっと今の写真は、はい、ちょっと見てもらいたい。うわ、ちょっと待って、これ怖すぎひん？こちらあの後ほど写真だけ掲載させていただきます。それダメでしょ。ここピンと合ってるよ。顔だけ。いやもうこれダメでしょ。なんかそれやばい。これダメでしょ。ねえ。なんか見たことない。いやこれでこっちは見れば普通に撮れてんのに。はい。入り口付近のとこだけ顔が。いやこれダメでしょ。顔だけめっちゃ折れてる。だからここみんなピンと合ってるよ。これダメでしょ。なんかちょっとおるかもしれないんで、はい、爆弾しときますね、はい、青色なんで神聖なものが近くにいてるという。頼むとお願いします。神聖なもの、そういう合図らしいです。こちらは、はい、もう一度じゃあ写真を撮っていただいて。いや音が鳴らへんかった。ほらもう、こういう時ってほらなんかあるって言うじゃないですか。何だったのこれ。まあでも音はせんかったっ、ね、なかったですね、うん、ずっと。うん、もう一回ちょっと最後もう一回ちょっと普通ならカシャって言うよな。これはちょっと不吉な。まあまあでもさっきの顔はおもろい顔寝てるで。それはもう知らないですね。もうでもなんかさっきからずっとね、ねえカサ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 ずっと言ってた。目の色おかしい。うわこれやばいって。うわ何これ。俺目つぶってんのかな。うまい。ここから見たらなんかめっちゃ怖い。ちょっと待って、ほんまに怖い、ほんまに怖い、ほんまに怖い。やば。超。え？なんなん？なんなん？目つぶってると思ったら。目の色が違う。ちょっと待って、これほんまにやばいんちゃう？ごめんなさい。ちょ、ほんまにやばいと思う。やばい動画撮れました。いや。はい。というわけでですね、先ほどの心霊写真を今見てるんですけれども、はい、こちらご覧いただけますでしょうか。先ほど撮ってきたんで時刻とかもバッチリ写っております。はい、今日の24時24分って出てますね。撮れたと思います。これとあともう一つ、あの目がちょっとなんかもうようわからん目になってるやつがあるんですよ。それが、はい、こちら、はい、こちらですね。一見目をただ閉じてて、最初あ瞬きした瞬間撮ってもうたんやなってみんな思ったんですけど、うんうんうん、ただ社長がいやこれ違うぞって言って何ですかって見たら目がちゃんと開いてるんですよね。これよく見ると、うん、でなんかもやがかかってるというか目の中が白いんですけど。やばいよこれ。こんなこと起こる。ということでこちらもちゃんと日付出てますよね。はい、ね、間違いなく先ほど撮ってきたやつ、はい、ありがとうございます。何の加工もしておりませんね、はい。まあ、もしあの分かる方がおれば、はい、これが一体何なのか、はい、何の暗示だったのでしょうか。まあ、それはもしかしたらこの後の撮影で分かるかもしれません。じゃあこの後引き続き次の現場へ行きたいと思います。今日は何か起きる気がするので乞うご期待ですよ。はい、行きましょう。はい、行きましょう。もう一つの第三トンネルと言われております、はい、塩振りトンネルとなっております、はい。
こちらの先に焼き辻地蔵尊っていう、まあ、お堂なんですかね、はい、があると思われるんですけども、まあ、そちらでね心霊写真が撮られてるということなんで、はい、ちょっと今からそちらの方に行ってみたいと思います。あ、見えますねこれは。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録できればコメントもお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。